バージョンをご覧の皆さん、今日は日光サーキットで AE86 世界一決定戦、日本一決定戦ね。なんとまあ1回目でね、30台ぐらい来てくれたらいいなと思ってたら、2日間で100台で締め切りました。ありがとうございました。100台86が集まるとね、うるさい。ほんとすごいよ、全部86だからね、ここに来てる車って、参加車両だけど、やっぱね、86の音を聞いてるとね、なんか日本って元気だなと思うよね。やっぱそういう魅力を持ってる車なんです。ということで今日はこの AE86 ドリフト日本一決定戦を行いたいと思います。どうぞごゆっくりご覧ください。どうも、ステッカー等鎌田です。今日は86だけのドリフト大会です。あ、ホットバージョンですか。よろしくお願いします。今日はそうですね、いや、やっぱりドリフト、かっこいいドリフトみたいですよね。まあ、もともと自分も A86 乗ってて、変な話、こう自分のこう乗ってるツアラー V なんですけど、結構本当に AE86 みたいな動きをするように、やっぱ自分も86好きなんで仕上げてるんで、ものすごい楽しみです。はい、まあファッションで年々みんなちょっとスピードが上がってきてるんで、86っていえども、200馬力以上ないとちょっと勝てないかもしれないですけど、みんなバネも年々柔らかくなって、タイヤもだんだん良くなってるんで、結構カムとかがもうないですよね、 TRD のその馬力が出るカムもう作ってないし、あの戸田とか東名とかもあるんですけど、なんかその上のカムだとちょっと今生産未定とか、264とかちっちゃいのあるんですけど、なかなかないですよね。まあ楽しもうかな。はい、ありがとうございます。まあ、メカニックですね。メカニックをやらせてもらってて、今日はちょっと出る側にさせてもらいました。そうですね、なんか気持ちはいい感じですね。ただ正直やっぱ勝ちたいのは勝ちたいのでっていうのはありますね。いいとこは行きたいです。目標順位はシードは入りたいですよね。1位にはなれないとは思うんですけど、気持ちはそういう感じです。気になってる相手はいますね。小泉幸太郎さんですね。やっぱりそこは気になります。去年キングダムでクラブマン勝たせてもらったと、まあ、基本的には同じセットで、今回あのグッドライドさんっていうタイヤメーカーさんからちょっとサポートいただいて、まあ、それをちょっと今回テストがてらちょっと使わせてもらってるような感じでやってます。今一緒に結構練習とかもしてたんで、まあ決勝とかで一緒に当たって走れればすげえ楽しいんで、あの頑張ってそこまで行きたいと思います。
アクセルワークがうまい。で、置きに行ってるね。そうですね。ニコで、まあ、結構角度をつけないで1コーナー入るコースなんですけど、ちょっとマジにはないコーナーなんで結構難しくて、今年入ってから結構練習は何回か来て、まあ、だいぶ良くなったんですけど、また単走と自走また別なんで、また違う、ね、難しさがあるんで頑張りたいと思います。うまいやつはこう最終コーナーから決めてくるよね。乱れない出口で、でストレート伸びてきて、で1コーナー入るときにパキンと入るよね。こうぬるっと入るんじゃなくて、パワーとタイヤのグリップ力とどっから振ってったら審査席前ケツ2本落とせる位置に来るかっていうさ、自分の車をどれだけ理解してるかでしょ。ね。